昨年9月に週刊文春が報じた新しい学校のリーダーズのメンバーカノン22と3人組ロックバンドカルマのボーカルギターを担当する畑山雄月23との熱愛今年に入って2人が都内某所のマンションに引っ越し同棲生活を始めたことが少子の取材で分かったそれぞれの所属事務所は同性についてプライベートは本人に任せていますと回答 超フレッシュなカップルのボールインは、写真多数、二股疑惑も超えて、新しい学校のリーダーズカノン、22、とカルマ・鳩山優月、23、の同性愛写真をすべて見る。2020年に発表した楽曲、大人ブルー、が TikTok で話題に。新しい学校のリーダーズ、歌うがカノン、セーラー服姿でド派手なパフォーマンスを繰り広げる4人組音楽ユニット。 新しい学校のリーダーズにとって昨年は飛躍の年だった。2020年に発表した楽曲、大人ブルーラティックトックで話題になり大ヒット。昨年末の NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしました。曲の最中に披露する首振りダンスは流行語大賞トップ10にも選出。彼女らはまさに2023年の顔でしたね。 芸能プロ関係者、6月からは世界13カ所を巡る公演がスタート。2015年のグループ結成から9年目の大ブレイク。今年はさらに海外での活動を活発化させるという。リーダーズは22年に米ロサンゼルスでライブを行うなど、海外にも熱狂的なファンがいる。今年4月には世界最大級の音楽フェス、コーチェラで大トリを務め、会場を沸かせた。 6月からはスペインバルセロナで開催の音楽フェスを皮切りに13カ所をめぐるワールドツアーパート1公演がスタート各国で青春日本代表として爪痕を残すつもりだそうですどうマまさに飛ぶ鳥を落とす勢いのリーダーズそのグループのビジュアル担当として活躍するのがカノンだライブでは長い黒髪を振り乱して険しい表情で踊ったと思いきや 急に可愛くニコッと笑ってみせる。その瞬間に大きな歓声が上がります。テレビ番組ですっぴんを披露すれば顔綺麗すぎ、すっぴんでこの破壊力、と視聴者が騒ぎ、インスタに私服姿をアップすれば、スタイル良すぎ、とネットがざわつくほどの人気です。ファン。